なんかグラビア何でしたのみたいな。プロテインを水で割って、めっちゃご飯屋さんの匂いばっかりで入れない。お腹を膨らませます。うわー、うまー。ウィスマツキです。今年の1月にですね、シュープレさんからグラビアデビューをさせてもらいました。それについてなんだけど、まあまずグラビアを見てくれた人はわかると思うんだけど、マジで私頑張ったんよ。いくつかのインタビュー記事とかでお話しさせてもらっとるから、そっち見てほしいんだけど、ただ単にじゃあオファー来て脱いでありましたって思ったら全然違くて、私酒好きやん、めっちゃ用を食べるし用飲むから、下っ腹が出てるところから体作りを頑張って、人生で初めてファスティングもして、初回のファスティングだったから正直めっちゃきつかったけど、一生に残るデジタルのものが1週間だけ本気で頑張れば綺麗になるんだったら頑張ろうっていう、マジ心鬼にして頑張ったんだけど、その中でもトレーニングとかエステとかいろいろあるけど、一番ファスティングが体に出たから、今回はファスティングの Vlog を撮ろうかなって思います。ファスティングって聞いたら体調 に悪いんじゃないかとか、なんか意見があると思うんだけど、私はファスティングに詳しいコーチをつけて、その人が販売するちゃんと無添加の酵素ドリンクとか、酵素ドリンクっていろいろなんか良くない添加物が入ってたりするもの多いんだけど、ちゃんとそういうのが入ってないものを使ったりとか、事前にこうズームミーティングとかでレクチャー受けて、しっかりなんだろう、安全にしたから、一番初回は空腹でしんどすぎて食べたい食べたいとかだったけど、今回2回目で体作りについて話してくださいって言ってもらえたから、今回それでじゃあもう一回ファスティングしようって思って、 YouTube のためにするのと、2月みんなに会う大切なイベント、差しで会うイベントがあるから、そのためにするっていうのと、年始に私体崩して、でファスティングって結構体をこうリセットするっていう意味でもすごく良くて、体調悪かったからリセットしたくてするって感じです。なんで2回目ちょっと頑張る Vlog を撮るんで、よかったら興味ある人は見てください。そしてあ、こんだけやったからグラビア撮れたんだっていう感じで、まだ売ってるので買ってくれると嬉しいです。ではスタート。おいしょおいしょ、あ、やばいやばい、服着てるからかな、52キロ、えぐ、開始時52キロです。太った、グラビアから4キロ増えている。じゃあここからダイエット頑張ります。今日は準備食1日目ですね。1日目の朝はドリンク、私はビターナルのプラムドリンク朝1杯と、ビターナルのプロテイン、これプロテインっていつも青汁みたいなやつで、プロテインを水で割ってで、これをドリンク1杯飲みます。まあ正直そのまま飲んでもいいし、炭酸水で割っても美味しい、めんどくさいんで、もううん、こいこい、まあ水で割ったり炭酸で割る、炭酸が美味しいから一番って感じ。朝ごはんこれを、まあ準備食の時は朝同じメニュー、同じ 10g をコップ1杯入れて、で300から500グラムの水で混ぜる。私は濃い方が美味しいから、なんか青汁っぽくて美味しいのよ。私は結構抹茶とか好きだから、割と好きなので、朝ごはんはこの2つ。準備食1日目のお昼は卵と豆腐ともずくのお味噌汁を作りました。そのお味噌汁とプロテインの青汁みたいなやつを飲む。そんなお昼はお腹減ってなかったんで、卵をちょっと多めに入れて、空腹の時はポットの方がなんか胃が紛れんだよね。でも今お腹そんな減ってなくて、なんなら昨日モリモリスリムっていうさ、ほうじ茶があるんだけど、めちゃくちゃ便通良くなる、あれでなんならお腹をちょっと下してて食べ過ぎたら全部胃が痛くなっちゃうから、ちょっと優しめにした。私学校に行ってるんですけど、今半年ちょっとぐらいオンラインで授業なんで、今日は家でご飯できるから割と助かる。外でねメニュー考えるの大変だから。晩ご飯これです。豆腐に納豆、海苔、ほうれん草のごま和え、あと私の大好きなブロッコリー、あと黒豆。私がファスティングで頑張って言ってるかは、私がめちゃくちゃ好きな食べ物なんよ、大好物たち。ブロッコリーも超量多め。いただきます。もうスーパーにさっき行ってきて、
食材だけ買ってきてって感じなんで、もう今日ちょっと一日すっぴんやし最高やわ。ほうれん草好きすぎて私。おいしい。これブロッコリー食べれるかな、一房分。ちょっともうお腹いっぱいになりそうかな。丼分ぐらいあるもんね。孫は優しいを目標に食べるといいよ。孫は優しい、分かんない人は調べてね。全然苦じゃない準備食。飲み物はコーン茶。あとこのお弁当とかに多分入れるサイズの黒豆ちゃんはちょうどね、一人暮らしでいいんだよね。今日の準備食、豆腐にキムチ、納豆、海苔をかけたもの。無添加のお味噌で味噌汁、これは里芋と大根と人参が入ってます。であともずく。今日起きて、まあ朝昼の段階で一食準備食あってもいいんだけど、お腹減なくて一日一食の準備食です。正直ね、準備食は全然きつくなくて、普段からそんなにお菓子も食べないし、あのお酒とかね入ると食べちゃうけど、こういうなんか発酵した、まあ、納豆とかキムチとか、まあ、お野菜、海藻類とかもいいし、もう基本的にお野菜中心っていう感じが求められてて、私は大好きだから全然苦じゃない。消化にいい食べ物を準備食では食べるっていう感じを教わりました。じゃあ準備食いっぱい食べて、明日から断食3日頑張ります。ちなみに体重は今 51.75 です。ここからどれだけ断食で痩せれるのかチャレンジ。おはようございます。今日から断食始まります。まず1日目の朝、この酵素ドリンクをクイッといきます。うん、青汁みたいなプロテインがあるって言ったんだけど、それのお湯割り。お湯割りがなんか一番個人的には好きかもな。頑張ります。まだお腹減ってない。はい、打ち合わせ終わって顔のエステ行ってきて、一旦帰宅です。お昼です。昼ご飯、じゃあ今から、お昼ご飯は酵素ペースト、全部ビターナルのやつなんで、いいやつ凝縮みたいな、このペーストを食べる。濃厚なエキスが入ったペーストなんで、ちょっと唯一噛めるのが嬉しい。これにまたお湯割りにしよっかな。プロテインお湯割りで、今19時で晩ご飯食べます。ペースト、うーん、マジで帰り道さ、めっちゃご飯屋さんの匂いばっかで帰れない。私の大好きなハチミツルイボス、これ飲みます。ちょっと味変。1日目の夜は結構お腹減るね。2日目も気を紛らわしに、お家でだらだら暇してたらお腹減ったことしか考えれんけん、サウナ行ってきます。これからプロテイン、水割りの黒ごまきな粉を飲んでお腹を膨らませます。2杯目です。時期2日目の朝、順調に減っている、50キロでした。おはようございます。2日目の朝です。今日も朝から酵素ドリンクと青汁プロテインお湯割り。はい、お腹がめちゃくちゃ減った時のために、昨日サウナで美味しすぎて購入したプロテインを飲みます。これはなんか余計なものが入ってないんで、ファスティング中もいいみたいで、めっちゃ美味しい黒ごまきな粉味、これでお腹を満たします。はい、2日目の晩ご飯、今まで通り酵素のペーストと青汁お湯割りかのプロテインと飲んでたけど、お腹減りすぎて、本当は朝食に飲む酵素ドリンクをもう炭酸で割って、結構腹持ちいいからもうこれでごまかす晩ご飯でした。今日の2日目の夜だけど、結構肌ツヤがだいぶ良くなってきた。明日3日目頑張ります。はい、3日目の朝の体重は 49.90、 だいぶ落ちてるね。おはようございます。今回ファスティング2回目なんだけど、前回初回の3日目の朝とか1日がだるかったりとか、全然体力がなくてちょっとだけしんどかった。今回2回目でしんどさがあんまりない。酵素ドリンクとプロテインのお湯割り飲んで、1日ちょっと休憩のお仕事だから、この中にハーブティー入れて持ってこうかなと思って、温かい飲み物はね空腹が紛れるんで2個分入れようかな。まあでも食べ物食べてないだけで3キロ落ちるって、まあそんだけ普段食べ物で体が重くなってんだなって思うよね。3日目の朝はだいぶね体が軽い感覚。
減った時用にプロテインも持ち運びできるし、これ持ってこっかな。これはもう水で割れるからプロテインのコップと一緒に持ってこう。楽屋とかのお水で割って飲もうかな。じゃあ仕事行ってきます。3日目おはようございます。今日は回復食1日目の朝です。今一番むくみがない時期なんよ。断食を3日終えた日の朝だから一番こうシュッと顔がなってて、お腹もペコッとなってる時期が今なので、グラビア撮影はこの断食3日目の日とかにしたので一番へこんでました。昨日は夜10時とかに寝て、今朝6時で、6時には8時間久々こんな健康的なゴールデンタイムに寝れて、すっごい体も元気でめちゃくちゃ充実しております。ファスティングのおかげやな。これも朝ごはんに変わらず酵素ドリンクと青汁のプロテインを飲んで、お昼に回復食を作りたいと思います。イエーイ、ご飯だ。回復食はお味噌汁作りました。あと梅干しも。よし、やっと食べれる回復食、いただきます。あ、マジ嬉しい。まずちょっとお味噌汁飲んで、うわーうまー、この瞬間マジやばい。無添加の、だしに無添加のお味噌で作ったんだけど、今回薄めに味付けしてるのに濃く感じる。やっぱリセットしてるから体が。ファスティングはやっぱりリセットって意味もあるから。じゃあ空っぽにせっかくしたのにいきなりバコってなんか食べちゃダメで、最初に吸収する回復食が一番大事みたいで、もちろんお酒も NG。 梅干し、梅干し徐々に慣らしていく感じ で、 できるだけそういう添加物とかは食べないように。うまい。お昼ご飯幸せ。回復食の夜はめちゃくちゃヘルシーな鍋です。キノコ2つともう白菜のみ。これ一人では食べれないけど妹がいるんでほとんど妹に食べてもらうかも。こんなにたくさん食べれないいただきます。はい、食べてください。鍋は無添加のだしと昆布で出し取った胃に優しい鍋です。いただきます。おはようございます。回復食2日目の朝です。今日でファスティングというものが1週間終了って形になるんだけど、なんかやっぱ食べてない分便秘気味が発動してるんで、ちょっと今日は白湯多めに飲もうかなって。便秘に良かったり老廃物流してくれたりいいことしかないんで、すごく飲んでるんですけど、ちょっと多めに飲もうかなっていう。白湯飲んだらこれ1杯と、あとこれもうおなじみって感じで、スカー缶、このプロテインと酵素ドリンクを飲むっていう朝食だったんで、今日が最後ですね。これが何の PR でもなくて全部自分で買ってるんだけど、本当にいいのでおすすめです。回復食、お昼はオートミールで作った和風がゆにと、そして海苔、あと昨日の鍋の残りで作った白菜とキノコを入れて、卵と豆腐を追加してお味噌汁作りました。あともずく。撮影してて突然メイクしてバキバキなのちょっと不自然かも。いただきます。おいしい。あったまる。ちょっと出汁を入れて美味しく仕上げました。オートミールは一番食べる食べ方はこの和風がゆにして食べる感じ。結構お腹たまるし納豆と相性良くて、私は白飯あんま炊かないからこれで結構お腹持ちよくしてます。あー最高。ファスティングする時期なんだけど、女の子の一番のおすすめは生理終わった直後のキラキラ期が一番痩せやすい。グラビアした時私一番キラキラ期にやったのよ。キラキラ期って言うんだけど、まあ、あの排卵日の前ね、生理終わってすぐの時にやったからめっちゃ落ちたけど、今回、まあ、ちょっと都合上ね、仕事の都合上とかできるタイミングが排卵日後の、あのタイミングだったから、ちょっとあの前よりかは体重は落ちてない、今回49キロだったけど前48キロまで落ちたから、もしするとしたら女の子は生理後が一番痩せやすい、一番デトックスできる時なんでおすすめです。
食べて仕事行ってきます。回復食ラストのご飯は、ビーマイフローラキッチンに来ました。天下のもうもので作られた定食なので締めにはぴったりじゃないかなと思います。いただきます。美味しそう。これ食べる順番もあるみたい。いただきます。食べる順番まずもずくすからです。うまっ。え、かなのケール、どれ、どっちか。ケールハニーレモン。美味しい。お疲れ様でした。うまかった。はい、3日目の朝の体重は 49.90。 だいぶ落ちてるね。そんな感じで私のファスティング Vlog でした。結構きつそうに見えるかな。2回目はね、そんなことなかったわ。体調も頭痛いこともないし、なんか街歩いとっていい匂いしたら食べてってなるけど、慣れるんだな2回目はと思って、またリセットしたい時はファスティングしようと思って、東さんっていうトレーナーさんなんだけど、多めにちょっと酵素ドリンク買わせてもらって、いつでもできるようにしようっていう感じで買っちゃったグラビアについてなんだけど、なんかグラビアなんでしたのみたいな、その女の子ファンは急に肩とか腕とか足とか出す衣装すら嫌ってりっちゃん言っとったのに、どうしたの、無理やりなんか脱がされたのとか、その大人に言われて脱いだのとか不安意見があったから言うんやけど、グラビアは正直私もオファーいただいた時は断ってたのね。やっぱり自分の体に本当に昔から自信がないっていうか、あんまこう出すのがそもそも苦手というか、露出するのが苦手だったから、私服とかも基本的に隠すような服着とったんだけど、20代前半に27歳になったら爆系老年になりたいってずっと言ってたけど、来年27歳じゃんっていうのと、私の周りってすごいモチベーション高い友達がいっぱいいるので、新しいことにチャレンジして人の幅が広がる人がすごい周りにいたから、あ、かっこいいなとは思ってて、でオファーいただいたタイミングで断ったけど、何回か言っていただいた時に、オファーいただいてる時にチャレンジした方がいいのかもって徐々になってきて、自分から前オファーいただいてたんですけど、ちょっと頑張ろっかなみたいな感じでマネージャーさんに伝えて実現したって感じで、無理やりとかじゃないから安心してください。女の子は多分びっくりしたと思うし、男に媚び売ってみたいな感じで思うかもしれないけど、私的には今回のグラビアで女性にも憧れられる体になろうと思って、結構頑張って体力作りして挑んだ撮影だったから、女の子も参考にしてほしいなって思って頑張ったグラビア撮影だったんで、まあ、いろんな思いがあってできたものだったので、ぜひ写真集も買っていただけたらなと思うし、感想も聞きたいし、撮影する時とか、なんかみんなに会う時とかに、体作りってやっぱ頑張った方がいいんだプロとしてと思って、意識もいろいろ変わった撮影だったから、新しいことに挑戦するのがめちゃめちゃ勇気って苦手ですとかいっぱいいると思うけど、あれ見てちょっとでも考え方が変わりましたとかいう子がいたらいいなぐらいで挑戦しましたので、いつも通り何も変わらんから私はずっとこれからおっぱいキャラですみたいな感じでやるつもりもなく、本当にオファーいただいたら頑張るけど、いつも通り何ら変わらないので引き続き応援よろしくお願いします。でも感想のコメントも欲しいし、気になることがあったらコメント待ってます。じゃあコメントで絡みましょう。バイバイ。